Good morning, ブルースです。今日は1月13日水曜日。今日の天気は通り雨。気温は23度から29度。木曜日は午後雨で、金曜日には晴れになるみたいですね。警報はありません。昨日のコロナの数なんですが、コミュニティケースはなしで、輸入ケースが17件だったようです。エイズ PSI 空気汚染指数、こちらは52と南地区はちょっとモデレートなんですけども、それ以外は良好です。デング熱1月11日に35件記録しまして、昨日も同じペースで少し増加傾向ですね。ホットエリアはタンピネス PI がナンバーワンで、2週間のうちに30件記録してます。あとベドク北が上がってますね。ゲイランロード、ギルバンロードは少し下がってきました。STI インデックス、今日は昨日からあまり変化ありません。ただ少し上げて始まってますね。コンポーネント見ていきます。シティデベロップメント、こちらは今日も上げてますね。こちら下げが止まったかもしれないですね。 DBS、OCBC、UOB の銀行群は、こちら長期金利が少し上がったので今日は堅調かもしれないですね。メイプルツリーコマーシャルトラスト、こちらショートのターゲットになってますけども、こちら昨日も上がり下がりなく、今日も上がり下がりないかもしれないですね。センブコープインダストリー、こちら 1.7 ぐらいで少しグズグズしてましたけども、その辺で自社株買いして、今 1.85 まで上がってきましたね。タイビバレッジ、80セントいくんですかね、行ってほしいですね。ビルマ、ヤンジジャン、シップビルディング、ビジネスタイムズの方で、シェアバイバックを取り上げて、私も持ってるんですが、上がってほしいです。通貨、1シンガポールドル、78.36 円、オーシャドルベースは 97.2 銭。4.88 中国元、US ドルベースは 75.5 セント、3.05 マレーシアリンギットの状況で、昨日より少し、シンガポールドル安傾向だと思います。US ドルインデックス 90.04、昨日より下落傾向でやっと下がりましたね。金利、債務25ベースポイントが1ヶ月、40ベースポイントが3ヶ月、59ベースポイントが6ヶ月、少し昨日より低下しました。シンガポール国債、こちらのイールドは昨日より少し上がってますね。 US の10年ものの国債 1.116% イールド、昨日より、やっと下落しましたね。プライベートプロパティホームローン、変動金利が 1.05%、 固定金利が 1.18%、 2年もので報告されてます。はい、今日は以上になります。今日も聞いていただきありがとうございました。 Good day!